はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、不信感を高める保護者対応についてお話をしていきます。保護者から非常に信頼されている先生がいる一方で、不信感を持たれている先生というのも確かにいるんですね。私も34年間教師をしてきて、いろいろな先生と接してきましたけども、保護者に不信感を持たれてしまう先生というのはですね、ある種の共通点がありました。今回は不信感を高めてしまう保護者対応ということで、逆に言えばですね、その対応しなければ保護者から、逆のことをすれば保護者から信頼されていくというふうに考えることができますので、ぜひ最後までこの動画をご覧ください。今日は花粉がひどくてですね、少しこう鼻声になってますけども、すいません。これで頑張ります。では本題に入っていきます。不信感を高めてしまう保護者の対応というものをですね、大きく3つにまとめてみました。で、特にですね、この1つ目が一番大きな原因じゃないかなと思っていますが、まず1つ目ですね。1つ目はですね、自分の子供が担任の先生から認められてないなって感じた時に不信感が高まると思います。先生、うちの子供のことをあまり好きじゃないな、あまり認めてくれてないなっていうふうに保護者は感じる時があるんですね。そういうふうに感じさせてしまうと、やはりそれは不信感を生みますよね。子供ってね、悪いところもあるけどいいところもあるわけですよね。で、それを丸ごと認めてほしいというふうに保護者は思っていると思います。親ですからね、自分の子供のいいところも悪いところもね、概ね分かってるわけですよ。その上で悪いところもあるんだけど、こんないいところもあるんだよっていうところをちゃんと見てほしいんですね。そしてそれを認めてほしいんです。悪いところもある、いいところもある、丸ごと認めてください、先生っていう気持ちで言うんですよ。ですので、それが感じられないような対応を担任がした場合に、やはり不信感が高まっていくんだと思うんですね。私が4月の時点で担任した時に、その学校に対してとか担任に対して、教師に対して非常に不信感を持っている保護者っているんですね。もうみんなですね、前の学年でその保護者のお子さんですねがいろいろと問題があるなんていう話になって、その対応の中で不信感を高めてしまってるんですね。これをやるとですね、大体不信感が高まってしまうということがあるんですが、それはね、何か課題のあるお子さんに対して毎日家に連絡をする、電話をするということなんですね。これ時々される方がいるんですけども、いい話ばっかりならいいんですけども、大体嫌な話じゃないですか。今日あなたのお子さんが何々さんにこんなことをしてしまいましたとか、今日も何々をしてきませんでしたとか、こんな問題行動をしてしまったとか、そんな話がですね、毎日毎日電話でかかってくると、放課後ね、電話が鳴ると恐怖を感じるぐらいの方っていうのがいるんですよね。自分の子供が悪いから、申し訳ありませんでした、言って聞かせますと言って電話を切りますけどね、保護者も。だけど本当はこんな話を毎日電話してきてほしくないと思ってる方が多いと思うんですよね。だって嫌ですよね、自分の子供の悪いところを毎日毎日聞かされるんですよ。で、保護者の方もそのことによってちょっとイライラしてね、子供への対応が強くなってしまうなんてこともあり得るわけですよね。どんなにお子さんがいろいろあったとしてもですね、毎日毎日こんなことがあった、あんなことがあったってね、逐一連絡するのはね、どうかなって私は思ってます。これはですね、教師の方も不安なんですよね。この子なかなか変わらないなと思って焦って、保護者に少し協力してもらわなきゃなって気持ちで電話をしてるわけですね。決して悪意があるとは思ってないんですね。だけども結果として保護者からは不信感を持たれてしまう可能性が高いことなんですね。電話をするんだったらですね、なるべくいいことを電話して、でもちょっとこのところもありましたけど、随分良くなってきましたねみたいな言い方で接するんでなければですね、毎日電話する効果っていうのはあんまりないと思いますね。何回も言いますけども、保護者っていうのはね、自分の子供が担任の先生に認めてもらいたいんですよ。十分分かってるんです、こういうところが悪いっていうのはね。それでもなおかつ、うちの子供のいいところを見てあげてください先生っていう気持ちなんですよね。時々こういう先生もいるんですね。職員室で子供の悪口を言っている先生っていませんか？身近に。職員室で自分のクラスの子供の悪口を言う先生っていうのはね、時々見かけましたね。愛情を込めてちょっとね、悪口っぽく言う人もいるし、それはわかるんですね。そうじゃなくて本気でね、嫌がってね、全くあいつはしょうがない、もう何言ってもあれは変わらないとか、そういうことをですね、言ってる先生がいるんですね。そういう態度っていうのはね、間違いなく子供にも保護者にも伝わってしまいますよね。で、これ当然不信感持たれます。
ぱりその子の良さが見出せないという時点でね、やはり厳しいんですよね。どんなにいろいろあったとしても必ずいいところってあるじゃないですか。そこをねちゃんと見てあげないと。やっぱりね、素晴らしい先生っていうのは大変な子ほど可愛がってました。大変な子ほど悪口を言うのとはまあ正反対ですよね。大変な子ほど可愛がるんですよね。結局人間関係がうまくいかなかったら何言ったって子供変わりませんので、まず人間関係を作るためにね、その子のいいところを見ていかなきゃいけないんですよ。で、職員室でその子の悪口を言ってるのはもうその先生負けですよね。で、それでも子供だって変わんないし、絶対変わんないです。保護者だって当然変わんないですっていうことになっちゃうんですね。で、よくですね、あの子とは相性がいいとかね、あの子と相性が悪いっていうようなことを話題にする人いるんですけども、それも私ちょっと考えられなくて、相性がいい悪いで仕事してるわけじゃないんですよね。その子に合わせてこちらが対応していくので、相性の問題じゃないんですよ。だから私も時々ですね、大変だった子が私が担任して変わったなんていう時に、村野先生と相性が良かったね、あの子っていう先生がいるんですけど、私ね、相性じゃないと思ってるんですよね。まあ、特に相性が悪いなと思った子もいませんでしたけども、なんかねちょっと違うんですよね。相性だけでね子供変わりませんよ。大変な子ほどその子の良さを見つけて認めてやると、まあ、そういう態度がなかったらですね、子供は変わりませんし、子供が変わらなければ保護者も不信感を持ちますよね。結局認められない子供をやるってことはね、教師の枠が狭いんですよね。自分の枠をこうやって広げるしかないんですよ、その子が入るような枠までね。そういうことでなければね、子供は変わりませんよ。自分の領域に引っ張り込もうと思っても無理で、自分がね子供の領域の中に入っていくっていうふうにしなきゃダメだと思うんですね。このことが多分一番大きなことだと思います。はい、そして2つ目ですね。2つ目はですね、これはまあ一般的によく言われますけど、授業力、あと学級経営力のね著しい低さですね。例えば授業参加に行った時にですね、子供は全然楽しそうにしてないとか、保護者も見ててなんだこの授業はっていうような授業をしてしまったらですね、ダメですよね。あとなんか子供たちの雰囲気も悪い感じがねこう伝わるじゃないですか。だから4月に子供たちを担任して最初の授業参加っていうのは非常に重要なんですね。まあ多分少し間があると思うんですけど、その間に何か今までと違う力を子供につけておいて、そして授業参加で保護者に見せるってことができないとですね、ダメなんですね。逆にここで子供たちがすごく変わったなっていうところを見せることができれば、一気に信頼は高まりますね。なので第1回の授業参観というのは極めて重要だと思ってます。第一印象って大きいですからね。その先生の授業を初めて見るわけですから、なんだこりゃってね思われちゃったら、もうそこで信頼感は落ちちゃいますね。まあそれは授業の上手い下手というよりは、まあ楽しい授業をしているのかっていうことが重要だと思いますね。で、あと学級経営で、ね、ちゃんと子供たちがね先生についていってるかって、まあそういうところですよね。なので4月最初の黄金の3日間だとか、その後の1ヶ月ぐらい授業参加までにいかに子どもたちに学習技能を身につけさせていくかと、これが非常に大事になってくるんですね。第1回の授業をね保護者が見に来た時に荒れてたとか、授業がなんか全然意味が分かんなかったとか、そういうところから入っちゃったらですねダメなわけですね。あとね、今の授業力とか学級経営力のことに関連して、先生がなんかねこう自信なさげな雰囲気が出ちゃってる人っているんですよね。自信がないなみたいな、そういうのも保護者にはあまりいい印象を与えませんよね。まあ、自信を持てと言って持てるもんじゃないけども、だからやっぱり準備が必要なんですね。ちゃんと準備して、で堂々と授業ができていればですね、そんなに保護者はね不信感を持ったりしないと思うんですよ。はい、じゃあ3つ目いきますね。3つ目はですね、対応の遅さですね。まあ、例えばクラスの中でいろいろな問題が発生しますよね。クラスっていうのはね必ず問題が発生します。発生しないクラスがありませんので必ず発生するんですよ。大切なことはね、発生した時に先生はどう対応したかなんですね。で、例えば教師が気がつかなくて保護者から連絡を受けて教室内のトラブルに気づくことって割と多いですよね。で、そういう時にその電話をしてくれた保護者にちゃんとお礼を言って、私が気がつかなくて申し訳ありませんでした、すぐ対応しますっていう風にして、どんなに遅くともですね、連絡が来てから遅くとも24時間以内には対応しなきゃダメですね。まずは実態を把握して、そしてそれから指導が入ってくるわけですよ。これね、実態を把握しないですぐ指導しちゃう先生がいるけど、それダメなんですね。この動画見てください。この動画でどのように対応していけばいいのかということは紹介してますので、こちらもぜひ見てみてくださいね。で、対応が遅いとですね、結局どう思われるかっていうと、やる気がないなと思われちゃうんですよね。あの先生やる気がないと思われたらおしまいです。やる気がないように見えるんじゃなくて、実際にやる気がないんだと思うんですよ、そういう人は。いや、めんどくせえなって思ってるんだと思うんですよね。だからそれじゃダメで、何か親からね、連絡を受けた時には、素早く動くということですね。内容によってはね、ちゃんと管理職にも言わなきゃいけないですし、でも早速その日のうちに対応して、できたらその日のうちに保護者に連絡するのがいいですね。今日はこういう対応しましたと。まあそこでね、ある程度収まれば、家でどうかね、ちょっとまた教えてくださいみたいな感じでできるわけですよね。保護者はもうどうなったかなってずっと
心配してるわけですよね。その間2日も3日も連絡しないと、これはもう不信感を持たれてしまいますね。ですからそういう時はね、やっぱ電話も必要ですし、こまめに連絡を取り合った方がいいかもしれませんね。結局ね、保護者の方ってね、不安なんですよね。その不安を取り除いてあげないといけないわけですよ。問題が解決したかどうかってことも大事だけども、先生がそのことを真剣に今対応してくれてるなって思ってもらえるだけでね、安心感が生まれますよね。そういうことなんですね。それ何もしないから不安になるし、不信感につながっていくわけですよ。はい、まあ、それが大きな3つの原因だと思うんですよね。自分のお子さんが認められていないと思った時、あと授業や学級経営があまりにもひどいなと思った時、そして対応ですね、対応が遅い、やる気がないなと感じられてしまった時、まあ、こういう時はね、保護者の不信感には高まると思いますね。あとね、番外編的に言うとですね、上から目線ってのがあるんですよね。上から目線もダメですね。例えばですね、何か保護者から相談事があった時には、一緒に考えましょうとか、一緒に解決していきましょうってスタンスで教師は話をしなきゃいけないんですね。それを時々ね、説教者偉そうにね、マウント取って説教する先生もいますよね。お家でもっとこういう風にした方がいいんじゃないですかとかね、家庭のせいにするみたいな。全ての教室でのトラブルはね、担任はまず自分のせいだと考えていかないといけないんですよね。自分のせいじゃない場合だっていっぱいあるんだけど、でも自分のこととして、ね、保護者と一緒にこの子のためにやっていきましょうっていうスタンスじゃないと不信がられますよね。信頼はされません。いろいろ見てきたわけですけども、まあ、教師はね、謙虚に保護者に対応する必要がもちろんあります。だけどもその一方で、教師の信念だとか目指そうとしているところ、そういうことについては妥協せずに明確にお伝えすることも大事なんですね。自分の考えてきたこと、学級経営でこうやってこうっていうものがね、こうヨロ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 してるようでは、そこでもね、やっぱり不信感を持たれますので、話があった時は自分の主張をね、もう一度お伝えすることもね、必要になってくることもね、あると思うんですよね。まあ、いつも言ってますけど、教師っていうのはね、学校っていうのはね、接客業じゃないので、まあ、接客業だという人もいますけども、接客業の側面はもちろんあるんですけども、でも何でも言いなりになるんじゃなくてね、教育信念だとか、こういうふうにしたいっていう教師の思いもあるわけですよね。で、そういうものも十分大切にしながら、保護者や子どもにね、対応していく必要があると思っています。はい、ですので今日お話ししたようなことに気をつけながら逆をいけばいいわけですよね。逆をやっていけばですね、保護者に信頼される先生になれると思いますので、ぜひ実践してみてください。はい、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。花粉が辛かったです。